もうやるべきことをやってきたんで、それ出せれば負けないと思います。筑前亮太選手が大好きで、あの地元が福岡なんで筑前亮太選手好きですそうですね、やっぱり小さい頃からかっこいいものの代名詞っていうか、やっぱりそういうもそれがかっこいいというのがずっとありましたね。チャンピオンベルトっていうの一つの形としてですね、すごく憧れがあります。そうですね、1回戦今清水選手すごい強くて強豪なんですけど、まあこの1回戦自分が勝つともうそのまま自分が優勝すると思いますんで、はい、よろしくお願いします。いや、もう元々海外目指しているので そうするとやっぱりもっとでかい選手がすごい階級落としてくる選手もたくさんいると思うんですよ。だから逆にちょっと大きくなっても、まあ、それは飲み込んで自分で砕いていこうかなと思います。海外の選手とやったことないのでやってみたいという気持ちはあります。ただなんだろうな、まあ誰でもいいです、みんな強いんで、もう、いや、もう出るからには優勝ですね。はい、大本命とかそういうのはわからないんで潰しに行きます。 CM の後はフェザー級王者決定トーナメント1回戦、阿部義隆 VS 清水俊一。ゼストの鉄人清水俊一、松戸のゴリマッチョ阿部義隆、今やゼストの新エースとして地位を確立した清水、本来より1階級上のフェザー級でのトーナメント参戦となったが、そのキャリアとゼストを体現するファイトスタイルを考えると清水が主役のトーナメントと言っていいだろう。対する阿部は説得力抜群のマッチョオーディと熱い試合でゼスト本戦に定着。2月には IT 社長に一本負けを喫してしまったが、今宵も東華堂北部長全面サポートのもと復活をかけてトーナメントに殴り込みをかける。両者は2008年に対戦しており、会場を沸かせる好勝負を展開。本来であれば時間切れドローになるところだったが、主催者判断で異例の延長戦が行われ清水が勝利を収めている。トーナメント1回戦を締めくくる一戦、大森から新宿に場所を移し、あの名勝負が蘇る。青コーナー、阿部義隆選手の入場です。さあ、今回の大会の一番最後の試合になります。まずは松戸のゴリマッチョこと阿部選手が入場してまいります。ゴータクと書いて義隆と読みます、阿部義隆選手。まあ、清水選手のコメントもいろいろ出ていましたけれども、懐かしい映像もありましたね、清水さん。そうですね、はい、すごい懐かしいですね。はい、ずいぶん前という印象ですか？3年以上前だと思います。はい、さあ、でも3年だったら格闘家ってずいぶん進歩するし、もう別人だと思ってます、ね。はい、じゃあ、あくまでもあれは参考ということですね。はい、やったことがあるという程度ですか？はい、そうですね、はい。今回改めて聞きますけど、この阿部選手と戦うにあたってどういうことを気をつけたんですか？いや、もうパワー差ではもう間違いなく勝てないと思ってたので、はい、もうパワーには付き合わず、チラシチラシで狙えるものは何でも狙って、で使える武器は何でも使っていこうと思いました。はい、やっぱりこの阿部選手のパワーはすごいですか？もうすごかったですね。前回やった時はすごかったので、もうそれを踏まえてリングでどう戦おうかと、上がってみないと分からなかったですね。はい、あと、まあ、本来はバンタムでね戦っていたんですが、清水さんどうですか、はい、ウエイト、今回のウエイトはフェザー。フェザーは逆に、まあ、減量がない代わりに気持ちは楽でしたね。あ、そういう解放、まあ、気持ち的なものがあるわけですね。はい、ご飯いっぱい食べました。あ、そうですか。はい、さあ、清水俊一選手の入場です。前回のバトルハザードに続いて、これまたメインということです。もう慣れてきました、はい、最後に出てくるのは。いや、やっぱり最後は厳しいですね。やっぱり緊張しますね、変に。あ、はい、あ、そんなもんですか。はい、さあ出てまいります。まあ、中村さん、はい、弟の清水俊弘選手、ライダーはね、あんまり緊張という言葉とはマッチしない選手ですが、
お兄さんは今コメントではそうおっしゃいましたが、そうですね、意外でしたね。なんか試合見ててもすごく落ち着いていつも戦ってる、はい、印象があったので。奥田選手はあの、はい、清水兄弟に緊張という言葉は当てはまらないのかと思ってたんですが、そうですよ ね、そういうイメージですけど、いつも柔らかく動いて、はい、さあ出てきました、奥田選手はこの試合はどこかで見てました？僕はそうですね、この映像の左隣にいました。そうですか、まあ、勝ちましたからね、いい勝ち方でしたから余裕で多分このメインをご覧になってたかと思うんですが次対戦する可能性がある。あ、なるほど、そうですよね、研究してもらないといけないわけです。そうですね、でも清水選手のコスチュームに赤が合ってますね、なんか。おありがとうございます。あ、なかなかどうにいった入場ぶりであります。調子も良さそうですね。実際のところどうでした？調子は、はい、良かったです。ただいまより本日の第9試合初代フェザー級王者決定トーナメント1回戦第4試合を行います。青コーナー142パウンド阿部吉隆、パワーあり松戸のゴリマッチョ阿部吉隆です。141パウンド清水俊一、今回もメインです、ゼストの鉄人清水俊一。今のバキューンのポーズはいつから始めたんですか？多分去年ぐらいだと思います。あ、なかなかこれも道に行ってまいりましたね、奥出さん打たれましたからね。あ、そうですね、何も言えないですこの間負けております。まあまあその話は置いといて、さあいよいよ最後の一つの椅子を争ってこの二人が対戦始めました。この試合僕見た時に、まあ、対戦相手としても見てたし、客観的にもちょっと両方の側面から見てたんですけど、この試合はパワーの阿部選手と、もうそのちょっと職人肌の出てきた清水選手の、技術対パワーの対決だと思って非常に個人的に楽しみだった試合ですね。まさにそういう感じで中村さんの出番がなくなってまいりました。あ、すいません、あいうですが、もう真骨頂であります。まあ、でも、はい、清水選手なんかいつもよりもっとこう構えがリラックスしてるというか、はい、前回の試合よりももっとこうなんか脱力してる感じがしますね。その辺は清水さんどうですか？本人はちょっといろいろ研究中です。お、はい、なるほど、模索してるんですね。じゃあそうですね、ちょっと今まだそこら辺はうまく言えない禁則事項でよろしくお願いします。なるほどなるほど、企業秘密ということですが、はい、これ怖かったです。見るからにパワフルな攻撃を仕掛けてきます。筋肉の張りがやっぱ違いますね。そうですね、でかいですね。これ見ててすごいなと思ったのが、阿部選手が出た分だけ清水選手がしっかり下がるんで、この距離感というか意識してるんですか？あ、距離とかですか？距離感、そうです、距離、そうです、気をつけてました。離れすぎず、なんですかね、近すぎずみたいな。そうか、当たったら相当痛いと思うんですけど確かに、まあ、よく、はい、見えてるんだと思いますね、打撃が。こういうの怖くないですか？そのノーガードで踏み込んできて。あ、来ました。いや、怖いっすね。あ、これちょっと奥田選手ガチ質問して何か弱点を聞き出そうとしますねこれちょっと大人のやらしい三段が次回2人が対戦するかもしれないですけど、ね、この、まあ、試合の結果を見て皆さんで判断していただきたいと思いますが、今シャッフルちょっとしましたけど、足フェイントの一つと考えていいですか？そうです、ちょっとこういう風に動いてたんですね。ステップ変わりました。これはちょっと使えるものは先使うって言ったんです。それがハマった感じだと思います。その鉄人がまた新たな一面を見せました。あ、なんかグリマッチも気持ちがいいですね。すがすがしくてちょっとびっくりしました。戦い終わってノーガード。いや、それにしましても、あの一瞬奥出さん見てて、実際見ててどうでした？ブレーキませんでした？いや、すごいなっていうのとオーバーラップしましたね。あ、でも、うん、本当に職人だなと思いました。ちょっと見てもうこのフェイントから始まってたんですかね？多
しむ。あ、そうですね。うわー、お左手。いや、お見事でしたね。今の勝負となりました。新規中日市から楽しみです。ちょっとハイキックに開眼したんじゃないですか。いやでもこれ練習でやってないんで。あ、そうなんですか。はい、まあでもね、横に奥手さんいらっしゃるから本当のことかなという感じは。奥手さんもあれ来るかもしれませんよ。なんかちょっと今のうちから研究しないといけない。僕もあの腕十字を研究しなきゃいけないです。もう早くも戦いが始まっているようでありますが、まあしかしあの清水さん、今日この試合の勝ち方というのは気持ちよさで言ったらかなり上でしょう、ご自分のキャリアの中で。そうですね、一番あのわだかまりもない試合だったんで、そういう意味では一番、はい、あの良かったと思います。はい、あんまりでもなんか表情が硬い。硬いのは、いや、いろいろあったんじゃないですかね。人間ですもんね、はい、いろいろありますよね。そうです、